私の名前は、綾辻つかさ。キビト高校2年 A 組のクラス委員長。そして、第57回創設祭の実行委員長。私は多くの生徒、そして先生たちに信頼の厚い優秀な生徒。そんな私を、私はずっと演じてきた。私を頼るクラスメートも、先生も大勢いる。 でも、本当のあたしを、あの人たちは知らない。きっと本当のあたしを知れば、あの人たちは離れていく。自分勝手で、めんどくさがり屋で、独占欲が強くて、ズうずしくて。あと、意外にやきもち焼きで、ちょっと、寂しがり屋。そんなあたしの本性を知っても、 したってくれる人が現れた。自分で言うのも変だけど、物好きな人。私なら、こんなわけのわからない女に近づかない。何の得にもならないしね。なんだか、自分でいてて気分悪いわね。で、その物好きは、うちのクラスの立花君。 グズでノロマで不吉祥なくせに何でだか必死にあたしの命令に従う変な人彼は何であんなに一生懸命なの何のために頑張ってるのかしらあたしにはわからないでもいつの間にかそんな立花君のことをいつも考えてる自分がもっとわからない あんな人のどこがいいのううん、そういうことじゃなくて、いいとか悪いとかじゃなくて、いろんなことが気になって。それで結局、いつも立花くんのことばかり考えてる。明日はあれをやらせようとか、こうしようとか、ちょっといじめてやろうかなとか考えてると、なんだか楽しくなって、勉強も手につかなくって。鈍いくせに、たまに、 本当にごくたまーに気の利いたことをしてくれたり、出来もしないことも一生懸命にやって、あんなにたどたどしく打っていたワープロも、今じゃ、まあ、人並みには打てるようにもなった。それは、私がわざわざ教えてあげたんだから、出来るようになるのは当たり前ではあるんだけど。とにかく、今まで私の周りには、あんな人いなかった。私、 もしかして、彼のこと、す、好き、なのありえない私があんなダメ男を好きだなんてどうせならもっといい男にするわよあ、でも、いい男って何かしら見た目性格学力お金 やめた結局また彼のこと考えてるだけじゃないもう、無駄な時間を使っちゃったわ。そうね。もういっそ、立花くんを私のものにしちゃおうかしら。<laughs> それっていいアイディア立花くん今日からあなたは、私、綾辻司のものよって、ちょっと、 恥ずかしいかな。でも、いいか。どうせ立花くんだもんね。彼を手に入れよう。彼なら、私の手帳の代わりになるかもしれない。<laughs> 期待してるわよ、立花私の全部、ちゃーんと受け止めてね。そうしたら、私も、 あなたにお返しをしてあげる。あたしの初めて、あなたにあげる。好きよ。多分ね。